はい、どうもジャンダルクです。というわけで今回こちら、BO3 に新武器、追加武器が来たということで、早速ね、IW 用に課金した、ポイント COD ポイントを使って、BO3 のブラックマーケットを引いていこうかなと思います。一応ね IW 用に課金したポイントしか残ってませんので、そんなバカバカ回せることはありませんが、だいたい3000円ぐらいは入ってるのかなと思いますので、そちらの方を使って引いていこうかなと思います。とりあえずなんですけど、今回追加されたら3つ、AR と SMG が1個で、近接武器が1個、追加されました。で、とりあえず AR の方の名前なんですけど、こちら、LV8 のバジリスクって呼ぶのかな、こちら追加されました。こちら動画を見たんですけど、かなり銃声いいですね。これはちょっと欲しいなと思いました。なんだろう、ピースキーパーより自分は音好きでしたね、これ。で、どうやらなんかこれ情報によると BO2 の SMR をね、モチーフにしてるみたいですので、まあ、ただシングルアクションではなくてこれフル音でしたね。はい。お次はこちら、SMG HLX4、こちら SMG なんですけど、ちょっとこれ動画上がってなかったのでどういう効果かわかりません。はい。まあ、おそらくね、形的に普通の形状はしてないので、何かしら、特殊な効果はあるのかなと思います。はい。お次、近接のこちら、レイブンズアイって呼ぶのかな。こちらなんですけど、これもちょっとまだモーション見てないね。まあ、結構形的には、どれだっけ、形的には、ナイトブレーカーみたいな形して、形というか、まあ、多分、手にはめてやるやつだと思うんで、ナイトブレーカー的な感じなのかな。はい。確か、レイブンって神話のカラスかなんかの名前だったと思うんですよね。なんかこう、レイブンしかり、今回の、バジリスクしかり、なんかこう、神話というか、なんだ？なんて言ったらいいんだろう。まあ、架空の生物的なものをモチーフにしてる名前が多いですね。はい。というわけで早速、引いていこうかなと思います。こちら、デイリーダブルと言いまして、1日1回なんですけど、暗号機45個を使って、2回引けます。幸い今52個溜まってますので、早速、引いていこうかなと思います。いきます。これはね、IW 出てから追加されたということで、あ、こんな感じなんや。はい、今すぐ開く。さあ、いきますよ。久々の BO3 のガチャ。長くない？お前長い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 。このバグはもうええね。だいぶ前からあったバグなんですけど、これだいぶかかりますね。長い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 。ちょっと不安になるじゃん、これ。ちょっと待って、これ不安になるやつ。ちょっとこれ不安になるやつ。早くしてー。早くしろよ。いいね。いいね。あ、12月、え？ 12 月。あれ？これって。え、衣装も、え、今回コスチュームも追加されたのこれ。オッケー。じゃあ、いきます。さあ。お、なんか出そうな予感する。長いってだから。え、バンドルって長かったこんな。え、なんか装備値がずっとなんか下からテレンテレン出てるんやけど。え、全然終わらへんねんけど。え、再起動した方がいいこれ。え、嘘、どうしよっかな。再起動する。え、あー、出た出た出た。はい。いや、もうしょっぱいなお前。またしといて、お前しょっぱいな。はい。というわけでじゃあ、余ってる分の COD ポイントを全部使っていこうかなと思います。IW ね、課金用に置いてたんですけど、まあ、IW まだね、新武器の紹介できてないので、まあ、今回はいいでしょう。はい。何も気にせず、いきます。さあ、いきますよ。何個あった？ 3800 個あったっけな。長い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 。お前、ガチャ動画、お前、えぐいことなるって、それ。これはね、編集がめんどくさいやつですよ。はい。はい。長ない？もう一回、またなあかん感じ。はい、いいね。エルカーノレジェンド、なるほど。何が出るんだろう。ディンゴ、シェイバー。おお、12月分。あ、いいね。桜の天使ってことかな。はい。じゃ、これ一回再起動しますね。さすがに遅すぎる。はい。あれからね、約1時間ほど、接続が悪くって、オンラインができませんでした。まあ、おそらく新武器追加された、影響だと思いますので、まあ、これで多分修正されたと思います。行きましょうか。さあ、次こそ落がない世界でお願いします。あ、早いね、いいね、いいね。やっぱ修正されてるね。OK。さあ、じゃあ、バスバスと引いていきましょうか。なんか無駄な話するよりもね、バン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 引いていった方がいいと思いますので、なるべくね、なる早で巻いていきます。さあ、全然出てないけど、全然、なんかせめて12月分の新しい迷彩とか欲しいよね。ゴス。あ、なんか変な出た。はい、じゃあこれ使用しておいてと。なんだろう、今回のコスチューム、なんだろう、前は11月分が確かね、ハロウィンだったじゃないですか。12月分なんか、なんだろう、なんかパズルとか書いてあったよね。情熱とか、何がモチーフにされてるかわかんないんですけど、とりあえずまあまあ回していけばいずれか出るでしょう。全く出ないね。せめて D13 欲しいんだよね。せめて D13 が欲しいんですよ。私、前の新武器の方が欲しいんですよ今回。まあ、今回も欲しいけどね、どんな銃かわかんないから。いやけど前はね、 D13 本当にあれでファニーキルカム取りたいから欲しいんですけど、
頼む来てください。あーいっぱい出た、ゴーレムだって、情熱ゴーレムなんかいっぱいあるね。さあいっぱい引いていきましょうか。エンブレム、ノーマル、ノーマル、なるほど。あと少しだ、やば。まあまあまあ今回課金額はそんな少なかったからね。はい、降臨カードレア、ノーマル、はい、さあいきますよ、次々いきます。ノーマル、ノーマル、レア、なるほど、持ってるな。バーサーカーレア、ノーマル、バーサーカーとかやっぱなんか神話系なのかな。まあゴーレム神話、まあ神話って神話か、神話かな。ゴーレムバーサーカーって聞いたらフェイトが出てくるんだけどね自分。レア、なるほど。あ、英雄系か、英雄、え、バジリスクって英雄か。俺バジリスクって聞いたらパチンコのあのバジリスクしか出てこないんだけど。大丈夫かな。レジェンド、はい、これ持ってるな、侵略者。ラスト1回じゃん、マジか。しょっぱー、しょっぱいな。まあまあしゃあないか。約20回ぐらいかな、大体回したのは。で、あと残ってる分がこんだけだけど、重複分合わせると、まあ、重複後ですか。じゃあこれ残ってる分パッて引いていきましょうか。いきますよ、レジェンド、ノーマル、レア、情熱。何をモチーフにしてるんだ今回は。レア、情熱、また情熱だ。情熱多ない、ちょっと待って。情熱多すぎやろ、何煽ってんの。レジェンド、レア、待って、また情熱煽ってんのだからさっきから、ひどくない。そうでしょ、ちょっと重複引くか、重複27、はい、しょっぱない。これほんと新武器出るよね、使ってるのはあったから出ると思うんだけど、これで約大体あと2回引けんのかな。はい、ノーマル、ノーマル、レア、また情熱だ、煽ってんだろこれ。何今回コスプレで。武器出せ武器、あ、出た出た。待って、なんでもちょ準備してなかったトークの。はい、というわけで新武器出ました、レイブンズアイ。マジか。あのトーク何も用意してなかった。はい、こちらレイブンズアイということで、迷彩をつけると大体こんな感じですね。まあやっぱまあ面積ちっちゃいからね、これはあんまりペイントの違いはなさそうですね。はい、というわけでじゃあノーマルでちょっと運用していこうかなと思います。はい、というわけでこちら使っていきましょうか。レイブンズアイ、ちょっと意味調べてみたら渡り鳥かな、渡りガラスか、渡りガラスの目ということで、渡りガラスがなんかこう死を象徴するカラス的な感じらしいですね。はい、ちょっと噛みそうなんで、さあ、後ろからサクッといきましょうか。これ四角ボタンが、おお、なんか手招きしてる。あ、今日なんか音が出てる、これキーンってなってる、キーンって。うわ、なんか神々しいな、神が使うアイテム的な。神が使うってないね、神が死を招く的な感じなのかなこれ。さあ刺しますよ、ブシュー。まあだね。もうね、新武器は限界ありますよ、もう新武器は限界あります。はい、テイテイと、はいはい、いくよ、はい、刺す、はい、普通に振ると横振りですね。はいはい、刺す、横振りなのに敵が来ると普通に刺す。はい、横振り、なるほどね。あー、手招きね。はい、よし、ブース。まあ追加武器近接はね、バランス崩れないから、うん、バランス一切公開のバランス崩れないから、まあ追加はしやすいよね。うん、そっかー、そっかー、レイブンズアイ、はいはいはい、手招きして、はい、ブース、俺な、はい、ブース、あ、はい、というわけで今回こちら、レイブンアイ使ってみました。なんかまあいい音鳴るからいいんじゃないかなと思います。もしね、新武器当てた方いましたら、ぜひとも、感想の方よろしくお願いします。それを見てね、ちょっと、いろいろとやっていきたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。よいしょ、スナイパーライフル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 、駐車止め。おお、しゃ、マジで、嘘、お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールで、マジで、嘘やろ、え。
違う違う違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。